皆さんこんにちは、レク専任講師の海野です。それでは、本日は、司法書士の合格講座についてダイジェスト講義の体験会といたしまして、民法編の講義をですね、これから、約1時間ちょっとお話をさせていただきたいと思います。実際の講義をですね、皆さんに体験していただくことで、講義のイメージをつかんでいただいて、でなおかつ、この1時間ちょっとの時間でですね、すぐにでも使えるような法律知識を、身につけていただくと、そういったようなことを趣旨としております。実際に取るかどうかまだ決めかねてると、もしくは取ることは決めてるけれども講師がまだ決まらないといったような方にですね、実際にどの程度の、例えばスピードで講義が進んでいくのか、どういったような講義の雰囲気なのかというものを体験していただくことを目的としております。どうぞ1時間ちょっとお付き合いいただければと思います。ご挨拶が遅くなりましたが、私レックで専任講師をしております、海野貞子と申します。合格年度は平成8年、司法書士試験に合格です。1回目の受験で合格をしてもあれからもう20年もの月日が経ってしまいまして、非常に時間の、流れのですね、速さを感じているところなんですが、司法書士試験に合格してから実務につきまして、2つの司法書士事務所と、企業法務を経験してまいりました。そして1999年の頭からこのレックで司法書士の専任講師として教壇に立っております。そういった意味では非常に長いことですね、講師生活を続けているなという感じなんですが、平成24年からはですね、事務所を開業いたしまして、司法書士の実務も行っております。実務をですね、やりながら講師を両立させるのは非常に大変なんですけれども、実際にはスタッフの力を借りまして、事務所の方もですね、軌道に乗ってうまいこと、仕事がですね、来るようにはなってきて一安心といったところです。私自身は、実務と講義のバランスなんですが、実際にはスタッフに、実務の方を任せて、本当に私がやらなければならないような仕事のみ、させていただくような状況でして、ほぼ、自分の中でウェイトはこの講義の方に置いております。講義の本数もですね、1年間に400コマを超える講義をやっておりますので、講義の方に手抜かりはございませんので、その点実務と両立して講義がね、おろそかにならないように、そこはもうもちろん、プロとして責任を持って講義をしているところです。今年もこの15ヶ月合格コース、もうトータルで何度受け持ったか分かりません。多分40回以上持ってるんじゃないかと思うんですが、1年に2度開講のシーズンがありますので、昔は秋と、春、1年間2本担当していた時期もありました。生では渋谷駅前本校で、実施をいたしまして、私の講義は収録をして日本全国の受講生の方が、インターネットでまたは DVD でご覧いただけるような環境となっております。ですから、レックでは15ヶ月合格コースの講師を選んでいただくことができるので、その講師を選ぶ一つのですね、基準としてというか、選ぶ際のですね、印象として、どうぞこのダイジェスト講義を利用して実際に体験をしてみていただきたいと思います。それでは前置きはこれぐらいにいたしまして、今日はダイジェスト講義の民法編ということなので、以前は不動産登記法についてお話をしております。今日は民法編ということで、実際にですね、民法のテキストを使いまして、皆さんにですね、実際にどういう講義をしていくのかを体験していただこうと思います。ところが皆さんはテキストをお持ちでないでしょうから、これはレジュメとして、皆さんに提供させていただいております。今お手元にこのテキストの具体的には75ページというところから始まる部分ですね、ちょっと途中からなんですけれども、その75ページという部分から始まるレジュメがですね、お手元にあるかどうか、ぜひですね、ちょっとご確認いただきたいと思います。で、具体的には86ページというところまで、約10ページほどの、実際にこれ司法書士の合格講座で使っている、実際のテキストです。これは抜粋しまして、今日は民法を全く勉強したことがない方でも馴染みがあるであろう親族の部分と相続の部分からお話をさせていただきたいと思います。
結果的に司法書士の講座を、ね、取らなかったとしても、この1時間が無駄にはならないような、いわゆる自分のこれから生きていく上での、知識の面でも、おまけになるようなそういった講義をちょっとさせていただきたく、この部分を選びました。さあ、それではこの75ページ以降の親族と呼ばれるレジュメのページ、実際に講義を、していきたいと思います。さあ、まず、親族というのは、親族会議を開いたですとか、親族に反対されたとか、我々の日常会話の中で親族という言葉は本当にポンポンと出てまいります。ところが、実は我々が一般的に使う親族という言葉と法律的に定義された親族の範囲というのは、だいぶ異なってくるんです。法律的には親族というのは6親等内の血族と配偶者、そして3親等内の姻族の範囲に属するものを指していくとされています。で、これについてこれから説明していきますと、まず、親等というのは一体何かというと、これはですね、次のちょっと77ページというページを一つご覧になっていただくといいのですが、77ページのところ、ちょっと皆さんには二色刷りになっておらず白黒の印刷になってしまっているかもしれませんが、本物のブレイクスルーテキストはこういった二色刷りになっております。この77ページというね、ページの部分をご覧になっていただくと、自分とその結婚相手である配偶者には丸付き数字がついていないんですね。で、この丸付き数字のことを親等というふうに呼びまして、例えば自分と配偶者の子供は一親等、孫は二親等、自分の両親は一親等、祖父母は二親等で、配偶者の両親も一親等、そして、配偶者の祖父母も自分から見て二親等です。で、つまり自分と配偶者には親等がつかず、その自分の親または子にプラス1ずつ足していけばいいと。つまり世代が変わるたびごとにプラス1していくということです。そして自分から見た兄弟はなぜ2なのかというと、これ自分と両親ここに一親等、していくのに対して、この両親から見て兄弟は子供なわけですから、子供だとやはりプラス1一親等を足していくんです。このように自分から見て、兄弟と同一の祖先まで遡る、祖先って大げさなんですけど、自分と兄弟の同一の祖先というのは父母ですね。で、ここまで、遡って、そこからまた降りてくる。で、この遡るのに、父母でプラス1親等で、父母から見て兄弟というのは子供だからプラス1親等で2親等と、自分から見た兄弟は2親等ということになっていくんです。で、同じようにすると、おばというのはなぜ3親等になるかというと、やはり自分とおばとの、おじおばとの同一の祖先って言ったら祖父母なわけですね。ということは、まず祖父母まで遡りましょう。自分から父母で1、父母のさらに親である祖父母でプラス1だから、ここで2です。で、さらに祖父母から おじおばは自分から見て子供なので、プラス1の3、ね、いとこだとさらにプラス1して4 と、ね、といった具合です。で、このふうに同一の祖先まで遡って、そして、降りてくる際にも、やはりね、世代が変わるたびごとにプラス1ずつ足していくと親等というのが得られるよと。さあ、親等の計算式についてはね、実際には受験生の多くは皆さんも、父母は1、祖父母は2、いとこは4、孫は2、おいめいは4、ごめんなさい、間違えました。おいめいは3ですね。おいめいは3、そして、兄弟は2といった具合に、もう何が何親等、誰が何親等なのか覚えてしまう。覚えてしまうと言いながら、私が今間違えましたけれども、基本的にはね、皆さん覚えちゃいます。だから、いちいち同一の祖先まで遡って、そして、降りてくるからプラス1なんて、そんな面倒くさいことを考えずに、もう聞かれたらすぐ答えられるというように覚えてしまうのが一般的だとお考えください。さあ、それではじゃあもう話を戻しまして、先ほどの親族の範囲とは、6親等内の血族配偶者、3親等内の姻族の範囲に属するものを法的には、親族と言いますよと。じゃあ、血族っていうのは誰かと言いますと、これは実際に血のつながりのある、まさに DNA 上血がつながっているという意味の自然血族と、 DNA 上血はつながっておらずとも養子縁組によって血のつながりがあるものとされた、法定血族とに分かれていきます。で、まさに DNA 上のつながりがある自然血族、
自分の血を分けた子供、ね、孫、そして親といったね、まさに DNA 上の血がつながりがあるもの、そしてそれこそないけれども養子縁組によって義理の親子などになった法定血族とに分かれていくと。でこの血族は六親等内が親族になっていくわけなんです。そしてさらに配偶者、これは自分から見た夫、夫から見た妻のことですね。と姻族、姻族というのは自分の配偶者の血族または自分の血族の配偶者、具体的には、自分の配偶者の血族、例えば妻から見た夫の両親、姑、または小姑なんて呼ばれる夫の兄弟、妹とか、そういったような自分の配偶者の血族、これは夫側から見た妻の両親とか、または妻の弟、妻の叔父、おばと、いったような具合です。で続いて自分の血族の配偶者というのは、例えば自分の子供の連れてきた嫁、孫の結婚相手、自分の親の再婚相手といった具合です。ですから、自分の配偶者の血族と自分の血族の配偶者を姻族と呼び、これが三親等内の範囲に属するもの、これが親族の範囲なんです。ですからまとめますと、血族は血族でも六親等内、そして配偶者と三親等内の姻族で、ちなみに、先ほどご紹介をしたように自分から見た配偶者には親等がありません。で配偶者の父、母、両親はこれ一親等の姻族ということになるんです。つまり、自分の両親の親等と配偶者の両親の親等、これ基本的に同じです。自分から見た祖父母の親等は2だったら、配偶者の祖父母の親等も2です。ところが自分から見た祖父母は二親等の血族になるのに対して、配偶者の祖父母は二親等の姻族になるということです。なぜかというと、自分の配偶者の血族だから。で、また自分の子供が連れてきた嫁は一親等の姻族、孫の連れてきた結婚相手は二親等の姻族です。ということは、今回三親等の姻族までなんですから、例えば自分から見た配偶者のおじおば、自分から見た配偶者の甥姪、ここまでが実際に姻族、三親等の姻族、ここが親族の限界ということになります。それに対して、子どもの血族の方の結婚相手、配偶者、これちょっと書いてないんですけども、子どもが連れてきた結婚相手は一親等の姻族、孫が連れてきた結婚相手は二親等の姻族、ひ孫が連れてきた結婚相手が三親等の姻族、ここまでが、実際に三親等の姻族の限界と、いうことになっていくんですね。で血族の方は六親等ですから、かなり広いです。かなり広い、例えば正直な話、この図は全然六親等までカバーしてないんですね。自分から見た祖父母ですら2でしょ。だからそのひおじいちゃん、ひおばあちゃんで三親等の血族です。でさらにその上にと自分が4世代、会えるという可能性はちょっと少ないので、実際にはいとこの子供が五親等の血族、そして、いとこの孫が六親等の血族と。六親等の血族って相当遠いですよね。例えばこの図であえて六親等の血族を作るとしたら、自分といとこは四親等でしょ。四親等のいとこの孫が六親等の血族です。ですから相当親族の範囲というのは広いんだというふうに思ってみてください。さあそれではこの親族について、実はこの図の中にもこの縦のラインを直径、そしてそれ以外、この直径以外のこの左右のラインを傍径と書いてありますね。でこの縦のライン、つまり自分と配偶者の、両親からさらに自分と配偶者との間の子供、孫といった縦のラインのことに内に収まる人のことを直径と呼びます。例えば二親等の直径血族はって言われたら孫と祖父母なんです。じゃあ二親等の直径姻族はと言われたら、自分から見たここだと
配偶者の祖父母、これが二神等の直系姻族ということになります。でこの直系に収まらない人がことを傍系というんです。例えば、三神等の、傍系姻族を答えなさい。三神等の傍系姻族って言ったら、自分から見た配偶者の、まあ、血族である、でおまけに三神等で傍系って言ったら老い命、ね、老い命、または自分から見たひ孫の連れてきた結婚相手、あそれごめんなさい直系だ、それは直系になっちゃいますから、自分の姪、の結婚相手、おじおばの再婚相手、これが三神等の傍系の姻族。もう一回言いますよ、三神等の傍系姻族、例えば誰がいるか答えなさい。三神等の傍系姻族って言われたら、例えば、おじさんとおばさん、ね、旦那さんのおじさんおばさん、旦那さんのおいめい、これがちょうど三神等の姻族で、なおかつ傍系の人です。でまた姻族にはこういった配偶者の血族のほか、自分の血族の配偶者もいますから、自分の方で見るならば、例えばおじおばの再婚相手、またはおいめいの結婚相手、これが自分から見た三神等の傍系姻族のもう一つの例ということなんです。さあそしてさらに、自分と兄弟と配偶者といとこ、これみんな同一世代です。同一世代、この同一世代は特に呼び方ないんですけども、それよりも上の世代のことを孫族、ここから上のところですね、孫族。そして自分と配偶者、兄弟、いとこなど同一世代より下の世代を卑族と呼んでいきます。まあ、いやしいという言葉を書きますけれども、別に差別用語ではなく、これ卑族という呼び名です。でそうなると、さらにこれを組み合わせると、じゃあ先ほどのね、三神等の傍系姻族で孫族であるものを答えなさいと。どうなります？三神等の傍系姻族でかつ孫族であるものって言ったら、先ほど三神等の傍系姻族というのは、このおじおばおいめい、そして、おじおばの結婚相手ね、と おいめいの、まあ、ちょっと書いてませんが、おいめいの結婚相手、おじおばの、まあ、再婚相手、ね、これが三神等の傍系姻族の、まあ、例だったわけですね。三神等の傍系姻族の例って言ったら、配偶者の血族であるおじおば、配偶者の血族である三神等のおいめい、そして自分のおじおばの結婚相手、そして、自分のめい、おいめいの結婚相手、これが三神等の傍系姻族で、さらに孫族って言ったら、このね、配偶者のおじおばか自分のおじおばの再婚相手か、ね、いうことになる。こういった具合に、孫族、卑族、直系、傍系という言葉を組み合わせることによって、その絞り込んでいくことができる。でこれは本試験のところで、例えば二神等の傍系姻族がうんちゃらかんちゃらとか、三神等の、ね、直系卑族が、どうしたこうしたなんていうようなことがポンポン出てきますので、やはりあの呼び方と、まあ、同時にですね、こう図自体を目にこう焼き付けてしまうね、もうそのまま瞳をシャッターのようになぞらえてパシャッと取って脳裏に焼き付ける、そういったような勉強が有効だというふうに言われています。さあそれではあのこの親族の数え方についてちょっと今一瞬、お話をしましたので、これを踏まえまして続いて78ページ79ページ以降の相続のお話に移っていきたいと思います。まあ、相続なんていうのは、別名争いの、ね、族なんて書く、いわゆる非常に親族間で相続によってトラブルが生じてしまうというのは非常に多いんです。で我々司法書士がそういう争いが、ね、生じてしまった修羅場にですね、呼ばれて仲裁を頼まれたりなんてすることも少なくありません。本当にあの家族会議に呼ばれてって花瓶が飛び交う中、あの、ね、司法書士として臨場しなきゃいけないなんていうことも私はかつてあった記憶がありまして、それはそれでまあ非常に大変だったんですけど、だからこそもちろん法律の知識というものをしっかりとですね、そこで場で伝えて、で法律ではこうなってるんですよというようなことをきちっと、まあ伝えていく、ね、それのためには正確な知識を持っていなければならないのは当然です。でやはりあの特にそういった相続など、私には関係ないわと思わずにですね、いつ誰に起こるともわからないこの相続問題、やはり知っていると知らないとでは大きな違いですから、ちょっと、実際の講義を、ね、ではどういう話をするのかを踏まえて説明していきたいと思います。さあ人が亡くなることによってその方の財産が相続人に承継されていく、でその相続人に承継されるという時に、
その人の権利も義務も、ね、全て承継されるという形をとっております。つまり銀行預金だとか、不動産だとか車だとか、ね、株式だとかそういった目に見えるプラスの財産のみが相続人に承継されるのではなく、借金といった負債もまた相続人に承継されてしまうと思ってください。これが79ページの、初め2の三段落目。そこで民法は人が亡くなった場合原則としてその人の権利積極的財産といいますも義務消極的財産といいますも法律が定めた特定の人が引き継ぐこととしていますと書いてあるところです。でこれを相続といいます。私は権利だけ承継したいわとか、義務は相続したくないとかっていうことはこれは基本的には許されないということです。さあそれでは人が亡くなった時その人の持っている権利と義務それらが全て相続人に承継されるのですが、じゃあ相続人というのは一体誰なのかという問題です。さあ79ページの2番相続人で、まず相続人は配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となっていきます。亡くなった方のことを非相続人と呼びます。亡くなった方を非相続人、相続される人という意味です。亡くなった方である非相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。そして、配偶者と同時に相続人となる、血族がおります。ちなみに姻族は相続人にはなれません。血族が配偶者と並んで同時に相続人となりうる。さあ血族相続人というんですが、この血族相続人は順位があるんですね。まず第一順位が子供、第二順位が直系孫族。直系孫族と言ってかつ血族だったらつまり親、おじいちゃんおばあちゃんと、ね、いうことです。直系孫族、そして、兄弟姉妹、これを正確に言うと継弟姉妹と言います。法律用語の呼び方はちょっと日常的な読み方と違う場合があります。継弟姉妹というんですが、まあ兄弟でいいです。でこの血族相続人の順位はどういう意味かというと、1から3には優先順位があり、1が存在する場合には2と3は相続人となることができず、2が存在する場合には3は相続人となることができませんという意味なんです。さあ、この相続人の話並びにその相続人が決まったところで、実際に全体の何分の何を相続できるのかという相続分の話もこれから一緒に80ページ以降の図で説明をしてしまいたいと思います。さあ皆さん80ページ以降のちょっと図を見ていただきまして、まずですね図表が出てまいりました。配偶者以外に子も直系孫族も継弟姉妹兄弟姉妹もいない場合と、でこの非相続人という方がこれ亡くなってしまった方です。でこの時、結婚したばかりでまだお子さんがいなかったというような場合には、この非相続人の残された財産、もちろんこれはプラスの財産もマイナスの財産も全て配偶者に相続されていくことになるわけです。で、2、配偶者がいないけれども子供が1人いる場合、これどういう事例かというと、配偶者は先に死亡してしまったか、または離婚をしてしまったというような場合です。でちなみにですね、相続というのは非相続人が亡くなった時に生きてるものしか相続人になることができません。非相続人が亡くなった時に生きてるものしか相続人になることができない。その原則から先に亡くなってしまうと、すでに亡くなってしまった死者は相続人になれないわけです。さらにまた亡くなる前に離婚をしてしまったのであれば、もはやそれは配偶者ではないのですから、もちろん相続人にはなれません。ところが、2人の間に子供がいたような場合には、配偶者がいなくとも子が相続人になっていきます。この場合子供が全部相続していくと。でもしですね、子供が何人もいた場合、これが次の丸3なんです。子供が2人長男と次男いたような場合でも、配偶者は先に死亡しているか、または離婚してしまったと同じです。この場合には、子供2人とも均等に、ですから2人ですから2分の1ずつ相続財産を分け合うということです。ここでね、ちょっと一つ皆さんが気になるであろうことをちょっと説明をしていきますと、もしですね、この子供は子供でも
腹違いの子供だったらどうなるかという話です。ちょっとプレゼンター用紙にね、状況を書いていきますが、どういう状況かというとですね、例えば被相続人、被相続人のですね、結婚相手、配偶者ですね。で、配偶者が先に死亡、この配偶者がですね、まず1で死亡してしまいました。で、この2人の間には1人子供がおりました。1人子供がおりましたね。子供がおりました。で、配偶者に先立たれた方、被相続人が再婚したんです。再婚して5歳ね、5歳で、丸2で再婚をして、で、その後子供が生まれましたと。で、3で5歳は先に死亡して、で4で被相続人が死亡したとしましょう。さあ、じゃあこの時4で死亡した時に生きてる人しか相続人になれないので、4で死亡した時にすでに先に死んでいる前妻と5歳はもう相続人として考える必要ありません。だから被相続人が亡くなった時に生きている人って言ったら、この子供、2人の子供の取り扱いが問題となってくる。これ腹違いの兄弟ですね。前妻から生まれた子供と5歳から生まれた子供で、実はこの時被相続人から見たら腹違いなんていうの関係ないんです。自分の子供です。2人とも自分の子供なの で結局子供の相続人分は1/2ということで、結局1/2ずつ子供が相続するということになっていきます。ですから腹違いでも結果3と同じ状況になりますよと思っておいてください。さあ、それではじゃあ4見ていきましょう。今度4は配偶者プラス子供が相続人の場合です。で、配偶者がすでに死亡したり離婚などをしていないという場合ですね。で、この時に子供と配偶者は1:1なんです。1:1、つまり配偶者が全体の1/2、子供も全体の1/2となります。で、この子供が何人もいた場合に問題となります。それが次の5見ていただくと、子供が2人いる場合、これは子供2人合わせて1で、配偶者と1:1です。だから1:1、これ2人合わせて1で配偶者が1:1になるわけですから、全体の1/4と1/4、そして配偶者は1/2ということになります。これは3人いたら全体の1/6、子供は1/6ずつで、配偶者は結局半分。配偶者が半分というのは変わらない。ちなみに配偶者が複数名いることはありえませんから、配偶者は常に1人で、子供が何人いようが、その何人いようがね、その子供全体を合計したものと配偶者が常に1:1になっていくということです。さあ、この5に関してやはり1個だけちょっと補足させていただきたい点があるんですが、もしこの子供が愛人との間に生まれた子供だったらどうなりますかという話です。例えばね、この亡くなってしまった被相続人は、ちょっとかっこ被と書きますね、被相続人、実はこの二重線で、ね、婚姻関係にあるという数意味なんです。配偶者との間に子供を設けていました。で、ところがこの被相続に浮気をしてまして、愛人の女性との間に、ちょっと愛人って書くのもあれですけど、愛人との女性の間に、これ一本線で婚姻関係にないってことですね。で、子供作っちゃった。で、この時ですね、このように婚姻関係にある男女の間に生まれた子供のことを、実は嫡出子、婚姻関係にある男女の間に生まれた子供のことを嫡出子、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを非嫡出子というんです。
飛着飛着なんていうふうに我々講義の中で言っていますが、飛着出資というふうに呼ぶんですね。でこの時非相続人が結局亡くなった時に、じゃあ誰がどれだけ相続していきますかというと、まず配偶者は常に2分の1です。配偶者は常に2分の1で、愛人は相続人ではありませんから相続できません。ところが非相続人から見て子供というのは結局先ほどの腹違いだろうが子供は子供だって言ったのと同じように、非相続人から見ると確かに愛人との間の子供だろうが血を分けた子供だし、配偶者との間の子供であろうがもちろん血を分けた子供、子供という点で変わりませんので、やはりこれ2人で合わせて配偶者と1対1になる。つまり全体の4分の1ということで、先ほどの丸5と同じになっていくということなんです。でこれは平成24年の9月の最高裁大法廷判決で、民法の条文が違憲だという判決が出たことによって、このように変わりました。昔はですね、愛人との間に生まれた非着出子は、本妻との間に生まれた着出子の相続分の半分、つまり25年のこの大法廷判決前は、今回の事例ですと子供が1に対して、非着が1に対して着出子が1対2ですから、差別的な取り扱いがされてしまっていたということなんです。結局ですね、6分の1が非着が6分の1、6分の2が、着出子で、6分の3こと2分の1が配偶者というのが25年の大法廷判決前の取り扱いです。ちょうど1対2対3になるって感じですね。1対2っていうのを合計すると3でしょ。で3が配偶者とイコールなんですから、1対2対3といって6分の1、6分の2、6分の3になるというのが従前の取り扱い。ところがやはり非着出子かどうかというのは本人の力ではいかんともしがたい状況なのに、まあ、民法という法律がそれを差別的に取り扱うのは、これ憲法14条で平等に取り扱えといってね、定めている平等権の侵害だとして、25年の大法廷で、この民法の規定を変えなさいと、違憲だというふうにですね、判断が出たことから、法律が改正されまして、現在は非着だろうが着出子だろうが相続分は平等となっております。さあそれではじゃあ続いて ⑥ を見てみてください。⑥、配偶者プラス親が相続人の場合です。さあちなみにね、この子供の取り扱いまでを今まで5でやってきましたが、子供がいた場合には絶対に親は相続人になりません。だから ⑥ で非相続人の、と配偶者の間に子供がいたら、それは例えば先ほど見た ⑤ のようになるわけですから、子供がいたら絶対に第二順位の親には回ってこないということです。でこの非相続人と配偶者の間に子供がいないからこそ親に回ってくる。で親、今回は非相続人の母親のみ生きていて、父親は先に死亡してます。で死んでいる場合には相続人同時存在の原則から、亡くなった人は相続人になれないと言いましたので、今回はこの生きている母親のみが相続人となります。でこのように配偶者と母親の組み合わせの場合、子供と配偶者の組み合わせと違って、実はこの比例式が1対2になるんです。1対2だから、1対2なので、全体の3分の1が母、3分の2が配偶者ということになります。でもしこれ、父親も生きていた場合には、母と父と2人して1です。2人して1で、2人して合計して1と、それに対して配偶者が1対2の関係。例えばだから、もし父も生きていた場合、父も生きていた場合はどうなるかというと、もし父も生きていた場合、これは6分の1が母、6分の1が父、そして6分の4こと3分の2が配偶者となるわけです。3分の1をさらに2人で分けるからね。これが ⑥ のお話です。さあそれで続いてですね、じゃあ ⑥ の場面で配偶者がいなかった場合にはどうなるか。配偶者がいなかった場合には、すべて、両親で分け合うことになります。父母が存命だったら2分の1、2分の1。で母だけだったら母が全部といった具合です。
さあ、このふうに配偶者と、親が相続人の場合、兄弟には絶対に回ってきません。で、兄弟に回ってくるのは一体どういう場合かというと、第一順位の子供もおらず、第二順位の親もすでに死亡し、そして第三順位の兄弟なんです。例えば今回のこの丸7で、非相続人が配偶者と婚姻関係にあり、ここに子供がいたらもう完全に子供のものです。子供と配偶者のものです。絶対に兄には回ってきません。ところが第一順位の子供がいない、で第二順位の両親もすでに死亡していない、さらにその上の、祖父母の世代もいない。そうすると第二順位もいない。じゃあ次に第三順位の兄弟だということで、この兄弟の兄、ね、これが相続人として浮上します。でこの時の割合は、兄を1とすると配偶者は1対3の関係に立つ。つまり非相続人からやっぱりね、遠くなるに従って相続も減らそうという措置です。全体の4分の1が兄、全体の4分の3が配偶者ということになります。でこれは兄弟が何人いても全員で4分の1です。だから兄が2人いたんだったら8分の1、8分の1、4分の3となっていくということです。そして配偶者がいなければ兄弟だけで分け合うということになります。さあ、これがですね、相続の特徴なんです。でこのふうに相続というのは、ちゃんと相続人が誰になり相続分がどうなるのかというのはね、こうやって法律で決まっておりまして、やたらめったらですね、好き勝手に相続していくわけではないと、このルールをぜひ知っておいていただきたいと思います。さあ、それではですね、ちょっと戻りまして、この81ページまでのところ今お話をさせていただきました。82ページのところにまたまとめの図表がありますから、これはどうぞ皆さんでお使いください。そして、図表の下に問題があります。これぜひね、今までの知識で、解けるかと思いますので、今日の復習の時にちょっとチャレンジをしてみていただくといいかもしれませんね。で次に代収相続という4番に参りましょう。この代収相続なんですけれども、この代収相続は、例えばこの図表、 A さんの子供 B さん、 B さんの子供 C さん、 A から見た C は孫です。でこの時 B が先に亡くなり、次いで A が亡くなったという状況で、 A さんには配偶者がいないとなると、 A の第一順位の子供 B が、相続人になるはずです。 A の第一順位の相続人である子供 B が A の相続人になるはずなのに、子供 B が A より先に死んでしまっていると。さあ、そうすると子供の B が死んじゃってるから、相続人になれないとして、 A の直系存続、つまり親が第二順位として相続人になるのかというと、いや、そうじゃないんですよということなんです。このように第一順位の子供 B が A より先に死んでる場合には、 B に子がいるのであれば、その子 C が B の代わりに A を相続しなさい。つまりちょうど C が B の立場に収まるという、 B のくらいに収まるというイメージです。だから B が A より先に死んでいれば、 B の子 C が A を相続していく、つまり孫がおじいちゃんを相続するということです。でこの時 C のことを代収者、代収相続人なんていうふうに呼んでいく。で、代わりに襲うって書くんですけど、まあ、代わりに襲われる、ね、というのが B さんのことなんだと。でこの時 B さんが受け取る相続分がそっくりそのまま C さんに受け取る、 C さんが受け取ることになりますよ。ポイントは、自分の子供 B さんが自分よりも先に死んでる場合、 B に子、子供の C がいるのであれば、つまり自分から見た孫の C がいるのであれば、孫が子供の代わりに、相続をしていくんだと。この孫のことを代収者とか代収相続人と呼ぶんだと思ってください。さあ、それでは続いて、83ページに、移っていきましょう。今度この相続人と相続分が分かった段階で、遺産分割という内容について続いて見ていきたいと思います。さあ、遺産分割というのは一体何かというと、例えばですね、非相続人 C さんが持っている相続財産が公土地と乙土地の2つだったとします。で相続人は、子どもの A と B2 人だけだったということだと、先ほど見た80ページの子ども2人しかいないという例だから、丸3と同じで、子どもは2分の1ずつの相続となります。となると、ちょうど土地も2つだし、子ども、も2分の1、2分の1だから、例えば長男 A が公土地、次男 B が乙土地という具合に、当然に土地と、を分け合う関係にはならないんです。これね、相続人の相続分というのは、
すべての被相続人の残した財産をその相続分で共有するということを意味するんです。つまり公と地について A 二分の1、B 二分の1の割合で共有、共同所有する。乙土地についても A 二分の1、B 二分の1の割合で共同所有している、共有していると言います。といった具合にね。でその他にも例えば自動車があれば自動車も A 二分の1、B 二分の1の割合で共有し、宝石があったのであれば宝石も A と B で二分の1ずつの割合で共有するといった具合に、すべての財産が相続人の相続分通りに共有関係になると。それが相続の効果だと思ってください。ちょうどこれ価値の同じぐらいの土地が2つあって、我々の相続分も2分の1だから、自動的に長男 A が公土地を単独で相続し、で、次男 B が乙土地を1人で単独で相続するということにはならないということです。じゃあ2人仲良く揃って公土地も乙土地も共有でいいんだったら、このまま済ませれば、このままずっと行けばいいんですが、もしいや一人で持ちたいという希望が出たような場合にはどうすればいいのか。この時遺産のこういった共有関係を解消する手続きをしていくことになります。遺産の共有関係を解消する手続き、これが遺産分割なんです。遺産分割って遺産を分けることっていう字ですけども、実は分けるというのは厳密な言い方では間違いで、遺産の共有関係を解消することっていうことになります。例えば共有関係を解消する方法はいくつかあります。今回のように公土地は A さんの単独所有にしましょう、乙土地は B さんの単独所有にしましょうという形で、共有関係を解消するもよし、すべてお金に変えて現金で山分けしましょう、これでもいいわけです。だからすべて他人に売却して、その売却代金を AB で山分けしよう、でもこれで、共有関係は解消されたことになります。だからその遺産分割といっても必ずしも遺産そのものを分けることばかりではないと思ってください。さあじゃあ今回は話分かりやすく、公土地は A の一人のもの、乙土地は B の一人のものというふうなことにしようとした場合、これは遺産分割協議というね、話し合いによってこういった結果にしようということをね、決めていくことができるということです。さあこの遺産分割は死後何年以内にですね、やんなければいけないという決まりはありません。死んでから10年20年経って、じゃあ共有をそろそろ解消しようかというのでも構わないということです。でこの10年後にじゃあ遺産分割をした場合であってもですね、実は遺産分割によって、例えば今回のように公土地は A の一人のもの、 B 土地は乙の違いますね、乙土地は B の一人のものというふうな遺産分割協議を10年後にした場合であっても、遺産分割の効果は、死亡時に遡るとかって書いてありますね。図表の遺産分割の訴求項というところをちょっと見てほしいんですが、遺産分割の訴求項というところ、これは例えば、C が亡くなってから10年経って遺産分割をしたのであっても、実はこの遺産分割をした時から公土地が A のもので、乙土地が B のものになるという効果が生じるのではなくて、C が死んだ時に遡って、C が死んだ時から公土地は A だけのもので、B 乙土地は B だけのものというふうに考えていきましょうということなんです。でこれはですね、実際にはね、そうは言ったって10年間は共有で仲良くやってたじゃないかって、その事実を消してしまうのかって言って、まあ、実際にはその事実はもうね、過去の事実ですから消すことはできないんですけれども、ただ考え方として、たとえ何年後に遺産分割したのであっても、遺産分割の効果は C が死んだ時に遡って、 C が死んだ時から公が A だけのもので、乙が B だけのものと考えましょう、こういうのを訴求項なんていうふうに呼んだりします。詳しいことはまた本体の講義の方でお話をしていきますから、ふーんぐらいでここはそうなのかぐらいでいいかと思います。さあそれでは遺産分割一旦おしまいにして、83ページの続いて6番、相続放棄というところに移っていきましょう。これはですね、プラスの財産がたくさん残されていたならまだしも、借金まみれのね、お父さんの、負債まで相続によってかぶってしまって、でプラスの財産よりも負債の方が多かったなんていう場合、これ相続貧乏になっちゃうわけですね。すべて相続人が馬鹿正直にこれを相続してしまいますと、借金の返済義務を負わされるということですから、相続によって、自分の生活すらも危うくなってしまう。でこういった相続人を救済するために、相続人は相続放棄というものをすることによって相続人ではなくなることが認められています。当然負債の相続をすることもなくなるということです。
で、この相続放棄というのは、通常死んでから約3ヶ月以内、死んでから3ヶ月以内に、家庭裁判所に、まあ、申述っていうんですけど、まあ、いわゆる申し立てにあたるものですね。申し立てをすることによって、被相続人が亡くなった時からそもそも相続人ではなかったと取り扱ってもらえる。で、やっぱりこれも訴求効なんです。だから3ヶ月の、締め切りギリギリに相続放棄の申述を家庭裁判所にした場合であっても、3ヶ月間は相続人で、3ヶ月の後は相続人で亡くなるということではなく、死んだ瞬間に遡ってその時から相続人でなかったという扱いにしてもらえるということです。例えばだから子どもが相続放棄をすれば、子どもは相続人でなかったことになりますから、第二順位の親が続いて相続人として浮上するといった具合です。さあ、相続放棄によって、相続貧乏を、防ぐことは可能です。もちろん、借金が多くある時に相続放棄は非常に便利なんですが、借金がたとえ全くなかったとしても放棄することはできますよ。放棄をするために借金があることは必要ではありません。ただ、まあ、実務では借金が多い場合に、よくこういった相続放棄は利用されるというだけです。さあ、それではですね、続きまして84ページ以降のですね、84ページ以降の相続人に財産を与えたくない場合というところを見ていきたいと思います。相続人に財産を与えたくない場合どうすればいいのか。で、遺贈の話はね、ごめんなさい、ちょっとここでは重たいので遺贈の話はしません。遺贈の話ではなく、相続人に財産を与えたくない場合の代表的な制度を皆さんにお話ししていきます。それが排除と呼ばれる制度なんですね。ちょっとこの、テキストから離れますけれども、これね、排除と呼ばれる、ちょっとプレゼンターで説明をしていきましょう。プレゼンターで説明をしていきますが、推定相続人の排除という制度があるんですね。これで排除と呼ぶんですが、でこの排除の制度というのは一体何かというと、例えば子供に虐待をされている哀れなお父さんね、で絶対自分が死んだらこの子供には相続させたくないとね、いうようなことを常々考えていたと。でも自分が亡くなってしまったら第一順位の子供がまんまと相続人になってしまうわけです。でそこでなんとかですね、この自分が生きているうちに子供を相続人から排除してやるっていうことが認められる。でこの排除の手続きとしては、実はね、家庭裁判所に排除の請求というのをしていくことになるんです。家庭裁判所に排除の請求、排除の請求をすることによって、かくかくしかじかね、子どもからの虐待が激しくてとてもじゃないけど相続財産与えたくないんだと、ね、いうようなことをかくかくしかじか申し立てまして、で家庭裁判所が排除の審判というのをしてくれることになります。で排除の審判をすることによって、これを排除の審判というんですが、審判によって実はその子どもが相続人から排除されていくと。つまりこのまま自分が亡くなった場合、本来第一順位の子どもが相続するべきところ、その排除された子どもは相続人になれないということなんです。ですので、こういったこいつだけは絶対相続させたくないっていうような、場合には、こういった排除の手続きなんていうのを取っておくのがいいですよということ。それちょっと85ページには特に書いてないんですけれども、そこを一つね、知っておいていただくといいかと思います。続いてですね、もう一つ皆さんにお伝えしておきたいのが、特にこれもちょっとテキストにはないんですけれども、少し補足していきましょう。相続結核と呼ばれる制度です。相続結核、これはですね、本来であれば相続人となるべきはずのものが、一定の事由を犯してしまった場合、法律上当然に相続人資格を失ってしまう、つまり結核となって相続人ではなくなってしまうという制度なんです。で、一番代表的なものは被相続人を殺害した子どもとかね、お父さんを殺害した、こういったような場合に、その殺害をしたお父さんの相続人を犯人である子どもが相続すると、
犯人である子供が自分が殺した父を相続するなんておかしいですから、法官上的にもですね、それはもう許されるべきではないんです。でそもそもこの子供が殺されなければ相続開始することすらもなかったと言えますし、やはり倫理的にもおかしいと。こういったような場合には相続結核者といってね、子供は自分が殺した父を相続することはできないということです。また例えばですね、こんなような場合、 A さんと B さんがいて、で2人 C さん D さんですね、 C さん D さんが子供として、いたような場合、この時に C が、D を殺害してしまった、 C が D を殺害してしまったとしましょう。兄弟間で殺し合いしちゃったってね、悲惨ですけども、でこの時に例えばその後 A さんが亡くなる、 A さんが次にね死亡した場合、まあ、B さんが死亡したのでもいいんですが A にしましょう。 A さんが死亡した時に実は B と C と D はこれは1対1ですから、具体的には1/2、1/4、1/4で本来相続することができるはずですね。A が死亡した場合 B1/2、C1/1、D1/1で相続することができる。ところがこの時ですね、A の死亡時に D は殺害されて生きてないので、 D は A 死亡時に生きていない以上相続人になれない。先ほど言った相続人は非相続人が死んだ時に生きていなければいけないという原則から D さん相続人になれませんね。そうすると C さんが結果的にこれが1/2になってしまうというのは皆さんどう感じますか？C が殺してしまったから D は死者になってしまって A の相続人になれなかったのに、それによって C の相続分が1/4から1/2に増えるって、なんともちょっと皮肉な、これはちょっと法官上的にもよろしくないですよね。倫理的にもおかしいんじゃないか。でまさにそこです。今回は、A の死亡によって同順位にあたる同順位にあたるD を殺害したことによって結果的に A の相続分、 A の死亡による相続分を増やす結果になるとして、この場合には C さんはやはり相続結核になってしまう。だから A を殺した場合はもちろんのこと、 A の死亡によって同順位者にあたる D を殺害したことによってやはり C さんはこれ A についての結核者になってしまう。だから何も非相続人 A を殺した場合のみならず、A が死んだ時に同順位となるものを殺害したことによって自分の相続分を増やそうなんていうね、そういうようなことはあってはならないので、なんか、ね、相続争いなんかどっかのドラマなんか出てきそうですね。兄弟間で殺し合いをする、ね、それによってお父さんの相続分を増やそうなんていう狙い、それはもう許されるべきではないとして C はA の相続に関して結核となる、相続人になることはできませんよということなんです。結局 A が死んだら、だから B だけが相続人になるということですね。でこんなふうに殺害に関連するような結核事由と同時に、もう一つ結核事由には代表的なものがありまして、例えばですね、 A が作成した遺言書を勝手に書き換えちゃったとか、息子が、また A が書いた遺言書に自分に不都合なこと書いてあるから破棄しちゃったとか、破棄、改ざん、隠匿、または脅迫して無理やり書かせたと、ね、または脅して無理やり書かせなかった、そういったような遺言書の作成に関わる脅迫行為や破棄、隠匿、ね、妨害などがあった場合にも、やはりそれは結核者となってしまいます。でこういったような非相続人を殺すなど殺害関連の結核事由と遺言書をですね、遺言書を、破棄、隠匿や脅迫して書かせた、書かせなかったなどの、結核事由、こういったものが代表例としてお考えください。さあ、じゃあ結核と排除の話をね、ちょっとページには書いていなかったんですが、ここでお話をさせていただきました。こういった具合にですね、相続には様々な制度があります。
この相続のさまざまな制度を民法の中で一つ一つ勉強して、皆さんが、ね、日常的な知識として、もちろん必要であるのと同時に試験でもよく出るところですから、しっかりと、ね、講義でお伝えしていこうと思います。ちょうど1時間ほど経ちましたので、この内容についての説明は以上とさせていただいて、ちょっとですね、今日皆さんに実際の講義の雰囲気を見ていただくのと同時に、講義の後の復習のやり方をもうちょっとお話をしたいと思います。今日の今、この小1時間の講義であれば、どんな復習をすればいいのかということなんですが、実際の講義は3時間ですけれども、それをね、今回1時間で圧縮して、この1時間の講義でしたらば、例えばね、今日やったところを講義まず、読み返していただきたい。でその時にここはこういう話をしたな、ああいう例が出てきたな、というようなことを思い返しながら、講義で、講義の最中にメモなんかをね、皆さん取りますから、メモなんかを見ながら講義の内容を思い返して、なぞっていくと。でここからここの行に飛んだな、ここ読んだな、ここチェックしたな、なんてことをなぞりながら、まずは、一巡してみてください。で講義のかけた時間と同じ時間はかからないはずです。実際に1時間ほどの今の講義であれば、20分、30分あれば講義の内容は思い返せます。そうしましたら、続いてやってほしいのが、運動クラスオリジナルの実はね、セルフレクチャーというアイテムなんです。今日はね、皆さんに見本として、お見せをします。見本として、見せてまいりますので、ちょっと実際に皆さんのお手元にこれお渡しされてるかと思います。民法ダイジェスト講義セルフレクチャーというですね、タイトルがついていまして、ちょうど今やった1時間の講義だったらこんな形になりますよといったイメージなんです。でこれちょっとぜひ皆さんでね、後で見ておいてほしいんですけれども、これは何かというと、これ毎回の講義で必ず皆さんに解いてもらいます。でそれは復習というのはね、非常に皆さん真面目に取り組もうと思うんだけれども、何がどうやれば復習が終わったことになるのか、そして何をどれぐらい深くやればいいのかわからないという声をよく聞くんですね。例えば頭からべったり全部読んで、同じように同じ深さで復習するがいいのか、それともある部分は強く、ある部分は薄く、メリハリをつけて、強弱をつけて、その復習していけばいいのか。当然正解は後者なんです。つまり同じような高さでもって、復習をしてしまったのでは実はいけないということになります。ある部分はすごく深く、ある部分はあっさりと、はたまたある部分は中間的な、というふうに大体3段階ぐらいの強弱をつけて復習してほしい。でもちろんその強弱については可能な限り講義の中でお話しします。でもちょっと今日はね、全部重要だったので、そんなにメリハリは特に講義の中でつきませんでしたけども、実際の講義ではここはすごく重要だよ、ここは読めばいいでしょう、ここはすごく重要ってほどじゃないけれども、だいたい何年おきぐらいに出てるから、目を通しておきましょう、といった具合に、強弱、講義中にちゃんとアドバイスします。そういったものを、耳で聞き取って、可能な限り皆さんメモしておいて、ここは大事、大切マークとか、ここは飛ばしていいマークとか、これは中間的なレベルだよ、重要度だよというマークとか、そういったものをつけて、その通りの深さで復習していただくのが一番なんです。で私も一昨年まではそうやって講義中に私がメリハリを言うから、それを家に持ち帰って、重いところはしっかり講義して、軽いところは流しちゃっていいよってずっと言ってたんですけれども、多くの受験生を見てると、実は皆さん真面目なので全部べったりやっちゃうんですね。全部べったりです。でそのべったりというか、全部同じラインで復習してしまう、ね、同じライン で、ある人は全部深いラインでべったりじっくりやっちゃう、ある人は全部中間的なラインで全部復習しちゃう、一番軽いラインで全部復習する人はあまりないんですが、だいたい一番重いしっかりやらなきゃいけないレベルで全部水平に復習しちゃう人と、中間的なラインで全部復習しちゃう人と、大きく2つに分かれるように思います。でその結果何が起こるか、これですね、実は民法の出題、もちろんこれ他の科目でもそうなんですけれども、本当に本試験自体がメリハリついてます。すごくやっぱ深く聞いてくるところと、あっさりと、なんかもう暗記だけで乗り切っちゃって全然構わないような問題と、かなり問題によってもレベルが違う、深さが違うのに、例えばですよ、全部中間的なレベルでやっちゃったとしましょう。そうすると中間的なレベルで出題してきた問題には解けますよ。ところがじっくり深くやって、理解までしていかなければ解けないような性質の問題に出くわしたときに、足りないので深さが解けなくなってしまうんです。で逆にもっと軽くライトに勉強して、構わない、もう本当暗記とかでさらっとやっちゃって構わないようなところに関しては、より深くやってることになりますから、
余計なロスが増えてしまう。かけなくていいところに力をかけ、かけるべきところに力をかけない。ですから、深く問われる問題についてはお手上げで、で軽くていいところに関してはまあやりすぎちゃって、で軽くていいところに関しては逆にあの5つの足のうち3種とかで消去法を使えばいいのに、深くやりすぎちゃったもんだから、消去法を使おうにも切れた足が切れなくなってしまうなんてことも起こってしまうと、非常に、ミスマッチで不経済なわけです。でそこでその皆さん方のその福祉をじ、気づいてはいたんですけど、なんとかならないかなと思ってこのセルフレクチャーを開発したんです。一昨年です。一昨年から非常に好評をいただいていまして、27年の合格者はもう散々あのこのせいで、このせいでというんですが、このおかげで受かりましたという声たくさんいただいています。で本当にあの皆さんに、ね、役に立って、実証済みで1年あの経って合格者出ましたの で皆さんが非常に良かったと言ってくださって本当に安心してるんですが、これどういう使い方があるかというと、実はですね、今日のところも、パッと見ていただくと空欄穴抜きになっているところありますよね。この空欄穴抜きになっているところはまさにあのこの空欄だけが埋まればそれで合格レベルだよってことなんです。でところがですね、ちょっと下の方を見ていただくと、まあ、さっきやりました相続結核とはどのような制度か全部説明しなさいとかって、その次もそうですね、推定相続人の排除とはどのような制度か全部説明しなさい、また制度趣旨を答えなさい、立法理由を答えなさいとか、そういった出題になることもあります。でこういったように全部答えようっていうのは深くやれ、つまり全部答えられないと受からないよっていう、意味だと思ってください。でこういったようなですね、大きく分けて大体そうですね、2つぐらいにこう今は分けるイメージで、まあもう1つぐらいあるんですけど、この深く聞いてくる場面とあっさりとね、この穴抜きの部分だけが分かればいい部分、聞き方とその両者の中間と、何をどこまで復習すればいいのかを目で見て分かりやすくしたアイテムだとお考えください。ですからこれによって勉強のロスを防げるし、本当はもっと深くやらなければいけないところを浅くやるといったことも防げるだろうと、それが狙いなんです。ですからこれによって勉強を、ね、何をどこまでやればいいのか、これが、解けるようになればいいんだと、ね、で今日の講義での目標は達成できたということで、一歩一歩こう着実に、着実にですね、実践していくことが可能になりますから、皆さんぜひですね、このセルフレクチャーを毎回の復習の際に取り入れて、で今年はもう合冊にしてもうあらかじめ科目ごとに皆さんにお渡ししていこうと思います。それによってもうあらかじめですね、バラバラと毎回お渡しするのではなく合冊版で、提供しますので、これ私のクラスだけです。で非常に皆さんこれ、手に入れたいので、どうすればいいですかっていう他のクラスの方からの問い合わせあるんですが、申し訳ないんですがちょっと私のクラスだけのアイテムとさせていただいてます。ですのでもう自信を持って皆さんに提供いたしますので、どうぞ楽しみにしてみてください。今年の15ヶ月合格コースのダイジェスト講義なんかをご覧になって、話し方が気に入らないとかっていう講師と1年間の勉強を共にすることはできませんので、ご自分の耳で、見てそして判断して、講師決めていただきたいと思います。私の今の、講義の特徴は今言った通り、このセルフレクチャーを使うという点と、私が実務をやっておりますので、講義中になるべく実務家としての目線で、実務ではこうやってるんだよ、こういう問題があるんだよということを随所に散りばめて講義していきたいと思います。そしてまた、私の講義が他の講師の講義と違う大きな点は、勉強方法についてのアドバイス、そして計画の立て方、スケジュールの立て方までアドバイスするという点です。私毎年中上級者の方の2年目3年目以降の方の講義も持っております。で中上級者についてはですね、本当に全国から電話で相談を受けて、もう直に電話してスケジュール立ててあげたり、勉強のやり方を教えてあげたり、内容をもちろん説明するのはもちろんのこと、スケジュールを立てたり計画まで一緒に立ててあげてます。でそういったことはもちろん初級の方でも惜しみませんので、勉強のやり方、テクニック、そして直前期の学習方法、そういったことまで随所でお話をしていこうと思います。どうぞご期待いただければと思います。こういった講義をご覧になって、もし私の講義取ろうと思った方は、この後、ぜひですね教室でお目にかかるか、または画面上でお目にかかりたいなと思っています。それでは本日のですね、このダイジェスト講義体験会、民法編については以上で、終了させていただきたいと思います。皆さんご清聴どうもありがとうございました。